全てはオーディンのし…アレスト、ロキ殿はあそこに急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近すぎるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ銀兵、ロキ殿の求めで道を開くぞ。父上のアナキラだのありか、僕の力づくで聞き出してくれ。ロキ、オーディン、絶対に許さんぞ。出番ですな。この砦は制圧してやったぞ。先にやってやろう。使えぬわけではないようだ。敵の動きが読み切れません。念のため孫一様、稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。そこにいるのは漁夫の娘。また戦わなければならないなんて。おお、見覚えのあるやつだ。少しは楽しめず、さっさと終わらせる。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのです。ああ、猛威を振るい、ただひたすらに争いを求める、それが旅行。一人貴様はなかなか手応えが。簡単には告げられくれるわよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。全て砕いてやる。撃ち取ったぞ。この砦では超支流が抑えた。あっぱれよ。じゃあが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。上々の守備にございます。素敵です。いや、感服いたします。この一年、兵力では敵が圧倒的に多い。なんでなぜ奴らは数で押し潰そうとしない。ご無礼ながら私もそこが引っかかっております。慎重に敵の動きを見極めるべきかと。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきでは。ここはイナが。ちょっとじゃならんぞ。ちょっとじゃ、小十郎を信じ控えておれ。この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。腕輪があったとて、そっそと終わらせてやる。もはや奴らの勝ち目はない。無駄な抵抗はない。安らかな死を選ぶべきだ。私はただ願いを叶えるために生きている。屈辱の日々、忘れられるはずもない。おお、面白い。すぐにひねりつぶして待っている。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。勝負の続きだ。ひねりつぶされる覚悟はいいな。素敵です、イナ。
反復いたします。昔の冷たいあなたに近いの柔らかいあなたに俺は好きだ。そのありがとうでいいのでしょうか。アゴイチ、戦の最中にオナゴを口説くでない。世界に来ても貴様はまるで変わらんな。両夫殿、今こそ鬼神の武を発揮する時ですぞ。思うがまま、思うがままに暴れてくだされ。間もなくこの地にあの神が訪れるはず。戦の流れが変わるその時、その時が策の要点ですぞ。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれるな。お前を楽しませるために戦うつもりはない。今日私は世界を救うために槍を振るうのだ。えい、孫一、アテナバカに見よって真面目に戦うのか。美しい女神から目をそらすなんて無理な話だ。それで敵にやられるなら本望だぜ。それは困るわ。できれば無事に生き延びてほしいが。少しはできるよ。その程度で俺は倒せんぞ。お前こそ真の三国無双なり。こそ俺を満足させてみろ。している暇はないな。どうしてもというなら思い知らせてやる。おう、俺の前に立つ。いいのか。神は潰れてくれるのよ。
さっさと終わらせてやる。見ていて気持ちがいい。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。遊びは終わりだ。最強の武その身に刻んでくれる。なんと勇ましき敵とは。最強の武を見せてやる。使えぬわけではないようだな。デボンですな。
とて引けは取らぬ。勝手な真似はさせん。連れてやるわけにはいかん。嘘だ、俺が負けるなんて。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。腹筋の砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないとは愚かな人間だ。ゼウスの力を得て私に抗おう。無駄なこと、共にぶちのめすぞ。現れました。全軍、オーディンの進攻に備えてください。ついにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。神宮、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。ロレイキ出るぞ。ルフの娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の精神を振り切り突っ込む気満々のご様子ならば、行って蹴散らしてきていただきましょう。私に挑むとは愚か。力の差に絶望するがいい。大場所よ。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの軍師の狙いだとすれば、雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとて勝ち目は嘘。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。あなたこそ天下無双の強者です。私を倒せて喜んでいるようだ。この後さらなる絶望に襲われるとは知らず。私は完全なる存在、永遠に滅びることはない。俺の腕見せてやる。正々堂々勝負だ。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上に戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そんなれば呂布ももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話
話は嘘なのか。しかし私はどうすれば。さっきの話が本当なら父上は。兄は一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった。私もお前たちと共に行こう。閉じろ、比喩が出るぞ。よくの相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておる。ヨフは強敵だ。サム、私も共に行こう。俺をオーディン、戦いの邪魔をするな。力ある人間はユグドラシルのような餌とあまり消耗させた。リョフ、お前は3。さあ、全てふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するな。もはやこれだ。次に俺が消し飛ばすのは貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそう。さあ、かかってこい。目先の欲が負け、私に逆らうか。どこまでも愚かな男。上々の守備にございます。使えぬわけではないようだな。私に挑むとは愚か。力の差に絶望するがいい。緑殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師は呂布が離反するのを読んでいたようです。上に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。ここにぶちのめすぞ。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですね。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間よ、また逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿のもとへ向かわねば。チン、お前もしこの事態を読んでいた。例の動揺を抑えるためには即興とは思えぬか。神の思惑って、ヨフ殿の理想とは相入れぬもの。私は二つをあるべき姿に戻しただけですぞ。見ただろ、君たちにオーディンは倒せない。そろそろ諦めることを進める。それはできません。私たちは最後まで描いてみせます。参ります、ロキ殿。ロキ殿、私たちの思い受け止めてください。使いのわけではないようだな。私の願いが叶うと、あと少し。邪魔をされては困るんだ。俺とてここで引き下がれるものか。自分の失敗この手であがる。ロキ、お前のその迷いは何だ。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。ロキ殿が
ゼウス殿。ほう、いいぞ。うまくいったようですな。戦場を混沌で染め上げてやろう。皆と食材を探すのはとても楽しかったわ。